人類の十分の九を抹殺しろと命令されればこうもなろう。この命令。カロッチョ、ロナ。こんな人のいやらしさがあればよかったのにね。大量虐殺をする覚悟で鉄仮面被った時点で捨てた。しかも脳波コントロールできる。マイッツァ・オギフさんのために人類を皆殺しにする。年取るとカロッチョよりこいつの方がヤバいねって思えてくる。サイコパスの顔している。サイコパスっぷりで言うなら息子が一番顕著だと思う。何か暗殺された鉄仮面闇討ちの原因と聞いていたが、この漫画で美麗なフォロワーで粛清上等と聞いて、そりゃ消されるわってなった。特に強化されたわけでも血縁のしがらみがあるわけでもなく、対して顔色変えずに淡々と任務遂行するこいつもかなりヤバくね。父カロッゾ、母ナリア、祖父マイッツァ、おじハウゼリー、十枚シェリンドン、育ての親は母の不倫相手、母は駆け落ちしてすぐまた出て行ったという条件の割には、だいぶまともに育ったと言えなくもないかなと。セシリー、もうやだこの一族。奔放な女性で済むのかな。リアス顔であれば今お前を殴り殺していたかもしれん。婿養子できたのに嫁さんに逃げられればこうもなろう。後落ちしたマスオさんと考えると悲惨すぎる。なんで突然宇宙世紀に貴族が。貴族なんて名乗った物勝ちだってこっか。実は1年戦争前から貴族名乗ってるからな、こいつら。この時期そんな貴族かぶれになるような原因あったのか。コスモ貴族主義と回遊欲わからない思想。ガンダムで初めて、ジオニズム以外で初めての思想だからしょうがない。ノブレス・オブリージュのかけらでもあれば割と悪くない思想だとは思うんだがな、こいつらにはそれがなかった。カロッツのやらかしが孫娘のトラウマになったのを知って戦犯容疑一切不満って条件で建国戦争を止めたマイッツァーだけど、そのノブレス・オブリージュの志が当の孫娘にはあったってのが皮肉だと思う。コスモ貴族自体を提唱したのはマイッツァーじゃなくてシャルンホルスト、ただ金持ちの秘密の遊び程度のものだったっていう。その人の時は普通に真面目にノブレスしようとしてたんだよな。マイッツァーの代からおかしいことになった。貴族主義自体は崇高な思想のはずなんだが、それをやろうとする連中に崇高な精神を持った人間がいないんだから成立するわけない。そもそも世襲の時点でダメでしょ。しかもよりにもよって宇宙世紀で一番狂ってる言われてるロナカの血統っていう、こいつらの血統が高潔な政治をするって誰が保証するんだよ。結局貴族なんて名ばかりでコロニー制圧目的のテロリスト集団でしかないよね。本当は連邦に入り込んだハウゼリーと協調して連邦が腐らせた宇宙移民政策をがっつりやる予定だったのに、ハウゼリー殺されたんで。これに尽きる。マフティの時代のすぐ後にこいつらが出てくるの、やっぱり違和感しか感じないな。むしろマフティが阻もうとして阻めなかったアデレード法案に真っ先に噛みついてるのがハウゼリーである。一年戦争前から貴族名乗ってて、戦後の大量のデブリ回収で儲けて会社大きくなって、軍事組織としてのクロスボーンバンガード立ち上げたのはハサウェイ時代のちょっと後、 MS 作り始めたのはヘビーガンできたのと同時期で、軍備整えまくったのが UC110 年代、 UC105 年と UC123 年で18年開いてるからすぐ後ってわけでもない。ニュータイプ R で破壊された脳細胞は、優しい年かのイケメンオギケイ様で治るが、優しい年かのイケメンオギケイ様が暗殺されたことで破壊された脳細胞は治療手段がないため、サイボーグにならざるを得ない。高齢者医療禁止法案提出したぞ、こいつもやばい。スペースの井戸の人気取りするためのポピュリスト政治家に見えるが、本人が一番ガチという最も危ないタイプ。オアニ様怖い。オアニ様過激思想すぎる。結局人類の10分の9を抹殺しろと命令した人は誰だったのか。ただの鉄仮面の思い込み。映画見るとマイツアーかとも思えるが、続編があれば映画の鉄仮面は影武者いう話もあるわけで、マイツアー説もミスリードを狙った演出だった可能性はある。鉄仮面の言った人類の10分の9を抹殺しろと命令されればってのは、完全に鉄仮面の勘違いだって裏付ける資料もないんだよな。サビーネ程度なら知らなくても当然だけど、マイッツァーがバクトラフレシアを知らないは無理があるだろう。少なくとも当時に完全に秘匿してラフレシアとバグの計画遂行は無理に思えるし、あの規模の金の流れ、人員の流れ、トップがつかめないわけがないから知らないわけないと思うんだよな。マイッツァーめっちゃいい人相なのに、こいつが虐殺命じたんだよな。
とか見当違いなこと言われてたけど、最近になって何でようやくここ是正され始めたんだろう。プリクエルでカロッツォが勝手に進めてるラフレシア計画探ってこいとザビーネに命じたから、ま本編でもマイッツァーに怒られるの分かってるから隠居させようとしてたけど、小説だとマフティの狙いの一つだった市民革命ができなくなったことを UC105、106年頃にマイッツァーが言ってるから、こいつらの思想に少なからずハサウェイの影響はあるかもしれないな。通貨カロッツォは嫁より信頼してた義理の兄の思想を実行してるつもりでしかないからな。ハウゼリーとカロッツォはアナハイムの暗部や木星とも通じていたのも人類粛清に向けた資金の流れと絡んでそう。そもそもこんなクソ効率悪い兵器で人類抹殺なんて無理じゃね。本気でやるならコロニーに G3 注入して殲滅、そのコロニーを落として地球に甚大な被害くらいしても9割は難しそうに思える。コスモバビロニアってどれくらい続いたの？実は170年にも存続してるザンスカにとどめ刺されそうな雰囲気だけど、コスモバビロニア建国戦争だって意味だと5年で畳んでる。そういう条件で降伏したからブッホトロだけは責任を問われなかったけど、クロス・ボーン・ヴァンガードとザンスカは結局170年まで戦い続けた挙句こうなる。ザンスカ元さんぞ。ザンスカールの人らはなんであんなのなけ憎むんだろうな。この人最初はハウゼリー支持者だったのに。カガチはハウゼリーの信奉者だったが、同時にマイッツァーアンチであったらしい。特に友人のカロッツォがマイッツァーのせいでぶっ壊れたことでそれが加速してる。ザンスカっていうかスペースの井戸がな、ロナ家のやらかしでひどい目にあって反転してる。コスモ貴族主義って一切スペースの井戸のためには働いてないから、そりゃスペースの井戸的には支持する理由ないしね。鉄仮面が死んだ後、マイッツァーが責任は全て私にある、ロナ家に非はないと駆けずり回って連邦からのロナ家への責任追及を止めて死んだのは公式。地球連邦が半ば放棄した自治と統治を率先して行い、長年蓄積した問題を積極的に解決しようとするノブレス・オブリージュ、それがコスモ貴族主義。でも大量虐殺とかやっぱり引くから、この辺りは話半分にしとこうねって娘婿に話したらやらかした。嫁婿のせいにすんな、命令したのお前だろ。だったらちゃんとマイッツァーを悪人として描かなきゃダメだろ。なんであのジービ化されてるのよ。普通にマイッツァーなんてただのサイコパス G としか描かれてないと思うが、見た目にヤバいオーラすごいよね。マイッツァーは小説でのナディアに論破された時の発狂ぶりが本性なんだろう。今の時代共感できる男の方が多いだろう。なんでそんな女と結婚したのってなる。惰性じゃないかな。カロッツォが仲が良かったの把握までオギケイ様だし。カロッツォラスボスっぽいけど予定だと中ボスなんだよな。もし続いてたらこいつの大活躍が見れるはずだった。人間離れした怪力、銃弾受けても無傷、宇宙空間にノーマルスーツなしで出れる脳と心臓以外の体の大部分が目欠かしてる。その鉄仮面なんか意味あるのは狙撃を跳ね返した意味あった。放送ではあのトサカが飛翔して武器になるらしかったが、スタッフが止めたそうな。一応あのトサカを外した状態の設定画もある。女は優しくしておくとなめでどこまでも突き上がるとか、割とカロッツォの主張は富野の本音と思う。カロッツォは立場やモラルで自分を抑え込んでるだけだが、本来クソ暴力的だぞ。しっかり言うの本能あるけど理性で抑え込んでたタイプなので、暴力を解放するもの機械的に処理したという。映像を見るとラフレシアの強さは結構おかしい。ステップ知ったザビーネの弦からよほどの大舞台で押さないと撃墜できないっぽいし、 F91 追い詰めてる時の動きも巨体のそれとは思えない。短期で連邦軍の月面艦タイム傷で全滅させてる上に F91 に追随できる機動力ある M8 か化け物すぎるんだよ。カロッツォは生身で宇宙にも出てるし、強化人間というか人間かどうかも少し怪しい。 ME の操縦なんぞ流行ったことないだろうが、独力で最新液体開発政治や指揮もできる組織で成り上がり出世もする。実は白っ子並みのスペックあるカロッツォだけ全くそう見えないといい。女をはべらせるやつと女に逃げられたやつだからな。塩も悲しい男だが、カロッツォは立場上彼にしか怒りぶつけようがなかったというね。魔男が寝取った嫁連れて旦那の元に行くのはさすがに殺されて当然。カロッツォ自体もっと残忍に殺せそうとかいろいろ考えたかもしれんのに衝動的にやってしまったんだろうな。ムック本によると網膜チェックの時に小さな毒針を打ったとからしいというか、わざわざ塩の生態データまで取ってあったのか。
マジか、近くに暮らすのは許すけど、たかりに来たら殺すってことか。ナディアとセットになってきたのがどうにも許せなくなった説。シオからしたら、あんたらの家の娘のために小説家断念したのに、その娘は連れ子放置して姿くらまして、その連れ子をロナ家の跡取りとして恥ずかしくないように育てたんだから保証してくれって気分だろうな。そういや、ずっと父親やって育ててたのはパン屋のシオか、クロスボーンでは自分もパン作ってたし、一緒に作ったりして、親子関係はそんなに悪くなかったのかななんて思ってしまう。セシリーに戻ったベラがシーブックと共にパン屋続けてるの見ると、父としては素晴らしかったんだろうな。おじいちゃんが今の人類多すぎるわ。でも人の良心を痛めることは良くないわ。ってぼやいたら、真面目すぎる鉄仮面が真に受けて、ホナオレが機械になってバグによる虐殺するわ。それなら人間は誰も傷つけかないやろってなったと解釈してる。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いするのだ。